はい、皆さんこんにちは、ターザンの細野です。そして高桜です。からもゴンファンです。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価と通知をもよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ちなみにゴンファンは、あのね、台湾での宮本の呼び方と。はい、いや、びっくりしましたね。初手で使ってくると思わなかったね。え、初手宮本がね、うん、いやね、どうしようかなと思ってタイムリーかなと思って、はい、それ僕インチンですよね。この動画はインチンです。タイガーインチンです。限定です。確定マシマシガチャー。おー、来てましたね。はい、まあ、我々、まあ、その事前に動画ありましたけども、あのね、5属性あって、まあ、順番に引いていくとどんどんこう確定が増えていくよというやつ、はい、ですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで、去年もありました。はい、ということで、まあ、一応この初回無料10連ガチャがあるんですけども、はい、うん、まあ、誰がどんぐらい引くのかということはありますが、そうですね。はい、まあ、タイガー桜井は、まあ、とりあえず初回10連はね、1回やりますか。はい、OK です。はい、初回の10連ででも分かるから、そうそうそうなんか捨てるやつだったらもうそれあと引くってことあるから。ああ、これもう覚悟決まってるわ。非属性は覚悟決まってるな。でもやっぱりね、これ引いちゃダメですね、これね。いや、やめないほうがいいっすよ、絶対。いや、やめないほうがいいっすよ。いや、どうなんですかね。いや、まあ、結果は次第、やっぱりね、結果次第のところはある、マジで。そうそうそう、あの、やっぱこう、Twitter とか X に、うん、やっぱりその成功例が上がってるわけじゃないですか。いや、だいぶ、あ、こんな出るのみたいな。そう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 。おー、カモエル、カモエル出てるじゃん。おー、めちゃおしいよ。いいガチャじゃん。いいガチャだなぁ。ということでね、属性決めてみるよ。じゃあ来た来た来た。これで2枠確定になるんだよね。2回目だから確定になりますね。まあ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 、そうですね。あ、いや、そもそも引くのかって思ったんで。いやでも、いやもうレッドスターズ最初言ってたんだよね。優先順位が一番だそうだよ。10連で終わるんだったら、まあ闇か水を引くっていうね、はい、ところなんですけどね。まあ、あの、今回ちょっと間違えて火引いちゃったんで、間違えちゃったね。そしたらやっぱ50連やっぱ行くしかない。お、追い込まれた。いや、覚悟決まったわ。追い込まれた完全に。追い込まれてしまったな。あ、どうしよう。水と、一番の狙い何なの今回の。あ、でも水戸っすね。水戸水国、うん、じゃあラストに持ってくるかみたいな。うん、まあ水着いきますかね。いや、水じゃないよ、間違えた間違えた。水シャルル出る可能性ある。シャルル4番です。はい、スターライトミラージュ貸していただきます。はい、まあそうっすね。うん、何もいらない。最初に引け。クリムトリタイム持ってんだっけ。ある。ああ、じゃあ、うん、まあ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 、でも何かしらね。これユニコーン3連。ユニコーン3連。ユニコーン3連アップ。お、じゃあ待って、すごい。あ、スノリのエッタ。え、めっちゃ限定出る。オーデッタまで出てるよ。簡単。うん、すごいすごいすごいよこれ。え、もう勝ってるよ、ぶっちゃけ、ね、勝ってるね。じゃあ、赤バナフですね。はい、赤バナフ狙い。赤バナフ、やべえ、2体目でもいいじゃん。そうだね、うん、で、いかしていただきます。じゃあ30連目。はい、楽しいぞ、コロガチャ。楽しいぞ。汁出てる。いや、だんだん楽しくなってくるわけだから。うん、盛り上がってくからね、うん、コロガチャ。でもこの確定枠以外からいろいろ出てくれてるんだよね、今のところね。ちょっと、無造無造図。完全フラグ出す。無造無造図。いや、ちょっとつまんなかったな。それぐらいの温度感でいいと思う。いやー、まあ、シャルル・マーニですね。まあ、これどっち行くか結構、うん、結構水か闇最後に持ってくる人多いと思うんだよね。そうね、シャルル・マーニュだね。うん、風雷アルファも結構あるから、風雷も結構熱いのかもしれない。まあ、今回ボクデン出るんじゃない。これはボクデン出ますね。ね、今回なんか対象のあれで書いてなかったんで、うんうんうん、何日までとか。なるほど。まあ、ボクデンでも1枚あるからいいな。まあ、でもボクデン2でもいいのか。ボクデン2、うん、シャルル2が結局組めれば、ね、なんかベストそれっぽいみたいな話だけどね。試すではないんですけど。はいはいはい。あ、おお、やば、神ガチャだ、変わっただ。もう何言ってるか分からん。ええ、いや、まだあと1回あるから。
カハっていうレベル1だよ。すごいじゃん。レベル1はちょっとまあええやん。ダメだ。レベル1のモスコミルチャンスだよこれ。えこれで三笘まで来たら誰だ。10万キスとしたら10万キをお願いします。これ確定してますからね。うん、もうだってこの時点で三笘スクリーンの期待値が多分10%以上あるわけですよ。ああいいじゃん、うん、10%は引きやすいじゃん。 10% はもうすぐ引く、うん、あ惜しい。あえ率がやばい。あれどうだ。はい、あーあー10万10万。いやなんか結構いいの引けてるな。でもね、確かに。でこれハーレーもハーレーかい。 X じゃないんかい。 X じゃない。レベル1だよ。捕まんやろ。レベル1のハーレー捕まんやろ、さすがに。はい、いやでもいいガチャだな。いいガチャ。シャルル周りマジ熱いわね。さすがによかったね。嬉しいってことでね、王国リミガと大本命来た。こっちが本番だからね。ガチャリドラカードいかしていただきます。はい、お願いします。今回はですね、ルナとですね、オーデンタミツヨ。結構メンツいいよね。はい、確かにいいメンツだな。あ、赤マノフ、赤マノフいる。これ赤マノフ。あ、赤マノフ。あっつー、あっつー、やばい。え、さすがにね。さすがにね。インチンです。おお、タイガーはインチンすごいな。おー、我々月下老人祀られてるとこ行きましたからね。あ、そうなんだ。うん、ウォーシーメンレンツ。じゃあ、運気がなってる。私は日本人ですって、はい、何のアピール。はい、はい、ということで、じゃあ続いては、じゃあ僕行きます。はい、じゃあ宮古行きましょう。はい、はい、じゃあ続いては宮古の街行きましょう。はい、はい、いやね、10連です。おうん、私はちょっと節約しようかなと思います。はい、いいの、あれ見て。うん、俺の結果見て。あれは、普通の人じゃない。普通の人じゃない。うん、あれは、俺らね、アメネジ取られるから。そうそうそう、もう上振れちゃってる。あんなうまくいくはずはない。できすぎてた。あ、できすぎてましたね。そう、というわけで、まあ、僕は、まあ、一応全体いるんで今回、うん、あ、僕ねんとか以外、うんうん、とりあえずなんか三つ国に2体目を狙って引きます、はい、お願いします。いやでもこんなうまくいくわけないんでね。まあね、さすがに、さすがにきつい。フラグ立てようとしてるの。出ちゃう、出たよ、出た、出る、出る、絶対出る、これ。いや、これで出るの。いや、厳しいって。厳しいって。厳しいって。で、お、ルナ出てる。え、まあ言ってもね。あの、属性限が属性限だ、うん、ありがとうございます。すげえ、ありがとうございます。で、僕はすいません、もう一回、いや、もう一回引いたらもうもはや止まれんのだから。こう止まっておきます。はい、はい、で、リドレいきます。そうですね、俺、ルナ出るかもよ。確かに、いや、嬉しくねえよ。来い、何か。お、信長、ロレライ、嬉しい、モンタマリドラ、モンタマリドラ、ありがとうございます。おー、どうしようかな。ハンゾーか、バグナーとクフリン似てる。ハンゾー、おー、む、ロレライ、これ運極なんじゃない？アルファ混ぜたら。いや、アルファ…あ、でも一体かな。一体か、あ、ローレライの方が使うかな。じゃあローレライにしよう。ローレライー、フェイスアザース。あ、でも出たな。確かに出んだよね。これババゾさん熱いっすよ。
まあ、我慢します僕は。はい、じゃあ続いては私がいきたいと思います。はい、ということでじゃあ私いきたいと思いますけども、はい、出ないからそんな限定とかマジで。いや僕出ましたね僕も出ました。上振れ上振れときたら俺はちょっと怪しい匂いがしてるんだけど、ね、期待してんな期待しちゃってるなこれ。これぶっちゃけここで回収できたらめちゃくちゃ熱い正直ね。でもまあただでその属性限定ガチャ引いただけでもまあ、うん、ありがたいですよね。ありがたいわけですから。そんな機会ないですもん、ね、痛い痛いですね。もうマジで引かないからねこのガチャね。うん、うん、そうっすよね、引いてらんないですよね、はい、じゃあ2番目に欲しいキャラなんですか。2番目、うん、アナスタシアかな、相手のね。1番はちょっとまあ一旦ここはあのあれですよ、レッドサス違う、オニマル狙い。オニマルもそんなもん使ってないし、マチュピチュ、マチュピチュもいいな、絶妙だな。ということでじゃあね、まあ一応シャルル・マーニを狙っていかないといけないわけですから。いいっすね、じゃあいきますか。じゃあアナシャルル、はい、この辺、まあ持ってない。おお、まあ、だから意外と持ってないのいっぱいあるから。持ってないの多いですね。あ、多いな。これはまあ、アメリカとかありがたいよりではありますから、将来見越しての、はい、そう。じゃあいきましょう、よろしくお願いします。お願いします。確定演出、すごい確定演出来たら熱い。僕は台湾に行ってませんけども、ね、よろしくお願いします。これやれ、お参りしましたから。はい、縁結び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 、そういうことか、はい、縁結びの神様。ということだね。いやでもまあまあ無料対数、まあ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 コームコームまあ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 ありがたいよりの中でもありがたいよりのやつあるけども、中でも中でも中でもまあいろいろいる中でもありがたいよりではございますが、なってますもんね一応、ところですけどもね。うん、はい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 、ありがとうございます。そういう感じで、なるほど、理解した。はい、ということでじゃあこれね、めくりめくりいきましょうか。めくりめくりいきましょう、めくり、まあ、ルナも一体だし、まあ、オーデンタみっちゃんもまあ一体ですから、じゃあみっちゃんもいいっすね、一応その辺もまあ狙いながらのっていう感じで、うんうん、まあ、こうこう、おまずはちゃんとね色ね、色をね、からのこう、おう、うん、こう、おう、こう、ああ、はいじゃあいきますか。精液出てんな。何の精液出てんの。じゃあいきましょうか。はい。ここでも拾えたらありがたい。そう、発言とか。いや、そうっすね。うんうん、ここ、ここなのよ。ここなのよ、ここ。あ、持ってないのいるね、これ。あ、マジっすか。モンタナとかも出てるじゃん。そうっすね。おそらくは。てか、まあまあいるんじゃない。ほらほらほら。あ、クロッカス。ブラダマンテとクロッカス。ブラダマンテかな。クロッカスってだって使います。まあ1で定置間に合ってない。だって、まあ、間に合ってはいます。チェシャ猫いたら間に合ってない。チェシャ猫と信頼いたら間に合ってる感はありますね。そうっしょ。となったらブラダマンテじゃないですか。ブラダマンテが一番間に合ってる、ね、うん一番間に合ってる。まあここ役もですからね。なんかあるんじゃないの。え、何月かもうあそこしかないっす。あ、そっかそっかそっか、そう、なんだっけ、アジテーターじゃなくて、なんだっけ、あいつあそこ、はいはい、あの、弱点かぶんなきゃいけないやつ、すっげ、あの、変なラックの誰も名前ないところ、しなきゃいけないやつ。見て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 、右上からクリティカルして、あ、そう、ハービセル、ハービセル、そうそう、ど忘れしたわ、ハービセル。そうそう、ハービセル、ハービセルやつだからね、こいつ。もらっときますか。もらいますか。ね、そう、オートジャベリンバースになるし、多分いつか。あ、3年後かな。遠いよ、遠すぎるな。はい、じゃあブラダマンテやります。まあ、初でねゲットできたんで、はい、これありがとう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 、こういうところでね、ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、これですよね、やっぱりね、これかな、ありがたいな。かわいい、はい、かわいいじゃんね。というわけでじゃあ最後はじゃあ小川さんいきましょう。はい、じゃあラストお母さんのこと行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。そう、そもそもなんですけど、うん、桜井さんと宮坊さんが、
台湾モンストの10周年で、はい、台湾に行きました、うん、そうなんです。これ意外と知らない人もいると思うんですよね。あ、うん、口もされてないし、そう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 。でなんか俺ツイッターとか見てたんですけど、うん、M4 誰もあの超究極追加生放送してないと思ったら台湾行ってたとか、ツイッターとかで見て知った人とかがきっと多そう。うん、ぜひ何の袋か、うん、そう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 、言えなかったね、放送じゃ。という感じで、月曜まで台湾に行ってたんですね。そうなんですよ。2泊3日で、はい、していただきました、ね、はい、楽しい。あ、すごい楽しかったですね、台湾。あ、俺楽しかった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 。じゃあよかった、うん、はい、ということで、はい、私も確定マッシュマシガチャ引いていきます。はい、お願いします。これ星もたまんの？ただはたまんないよね、さすがに。ただはたまんなそう、ね、ただたまんないか。ただじゃないところはたまりそう。たまるなよ。よし、私はシャルルか、うん、三富つくに持ってないので。なるほどなるほど。シャルルは2体目狙いですね、うん、準備ね。私点まだ全然やってないんですけど、うんうんうん、準備大事。1体しか持ってないんで、どっちがいいのかな。水戸が俺あまり必要性感じてないですよね、まあ、持ってないんですけど。未開と、うん、まあ、あと深淵ですね、うん、まあ、なんか触れの1体で済んでる感があるんですよね、うん、まあそれはそうですよね、うん、今のところだと。俺もシャルルだ。桜井さん出たしね。っ4回目か、桜井さん4回目。あ1回目じゃないね、確定がね。1回目ヒーヒーかも、うん、そう、うん、じゃあいきます。お願いします。ゴー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 。パパさんだけ限定出てないの、うん、すげえな、みんな出て一撃目、ね、運がいい。構えるルナ、おお、大候補釣り仙人。おお、まあ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 、まあ、優しいな、この二人。ウンディーネと大候補、ありがとうございます。パオペイ、はい。あ、たまんのか、どうしたの。たまんないね、どうしたの。よかったよかった。どっからたまんの。私もやめます。おお、勝負あるけど。いや、みんな偉いよ。偉いよ。ロコモト玉あるんで引きます。あ、いいっすね。いいぞ。金剣、金剣欲しい。なんだろう、金剣本末強いわ。いきます。はい、得できるか。引きがそもそも良かったもんな、私。まあまあまあ、そううまくはいかない。東京ルール、まあまあまあ、コラボの、うん、コラボのやつ全部コラボ。ありがとうございます。はい、とのことでとのことでとのことで、じゃあ私も本番ね、本番ガチャリドラ引きます。これオーデンタ持ってんだっけな。あ、持ってんだ、さすがに。さすがにね、持ってた持ってた。そっか、王将くんだ、持ってないの。ああ、はい、めくります。まあ狙いに行くか。うん、はい、じゃあなんか別にいらないけど。じゃあこれで、はい、はい、これは正規出てる。いや、壁出てるね。ん、わからない。ウンディネイリ、またまたウンちゃんか。ああ、ゼウス、うん、かなって思いました俺も。結構マジで。やっぱリセマラランキング S だからね。F 9年前、9年前。F かもしれない。F かもな。そうだよね、懐かしいね。そういう時代もありましたよね。9年前派遣キャラ。うん、これ1体だけだな。ウチコ。ああ、後ろ小槌ね。ウチコかゼウスですね。どっちがいいですか。いや、俺はでもやっぱ今回11周年ということで。ゼウス、改めてちょっと派遣の時代がよし来る、戻ってくる、一周回る、メテオ、ゼウスは、うん、全部終わっちゃう。
ゼウスは強いっていうのがアイデンティティだったのに、うん、強くなくなったら本当うんちキャラですよね。ある種ね、まあ、運営さんも全然好きそうじゃないしね、好きな雰囲気出してないですよ、出してないよね、確かにね、昔 ストライク感がある、ストライク感あるな、うん、愛情ないというか、勝利が多いんですね。愛情ないかじゃないな、確かにな、ないと思う、ゼウスには、まあ俺はゼウスかな、ゼウスいきます、はい、やったーやったー、ゼウス、ゼウスね、初期はね、わけわかんないサンタのやつとかも出たりとかさ、そう、大人気だったけどね、でもゼウス、確かに愛感じないわ、確かに感じない感じないね、やっぱあの、アーサー・ゼウス・ハレックスの時代ね、うん、結構、アーサーはまあ愛されてた、そう、確かに、ハレックスもまあまあ、ハレックスも結構愛されてる、うん、ゼウス、子さんからするとね、不思議っすよね、ゼウス、確かに、愛されてる感ないな、扱い、扱いそうだ、派遣握ってたのに、ゼウスは一度も強くなってないですね、神回以降なってない、うん、一番最初がピークだったよね、確かに、うん、受信家もまあ会社ってなんなもう、うん、絶妙だったな、うん、新受信家で、うん、そうっすね、アシストスキルで全4曲になる、ショットスキルでメテウドーゼ、それぐらいならやりそうだな、全然ありそうだよ、威力次第では、めっちゃおるな、光にしてる俺、あれ俺3サンタはサンタクロスって名前だね。あ、ほんとゼウスじゃない。あ、そうなんだ。え、くっつけることもできない？できない。あれだってガチャゲンじゃない。うん、あれえ、ガチャゲン、あ、サンタゼウスの話ですか？そう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 。あれなんか。サンタクロスがそもそもいないね。うん、俺、絶対引いたと思うんだけど、昔。あれって神化とかじゃなかったっけ？神化ですね。サンタクロースをなんか素材とする、なるほど、あ、こいつだ、うん、したと思うけど、あ、やっぱこいつをもう受信学会とかしちゃったんじゃないですか、あ、そういうことか、うん、なるほど、途中経過なんだこの人、うん、はい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 、はい、ということでね、うん、もう今回はいいかな、はい、じゃあ以上でいいですか、発言もあるけど引かない、はい、1回しか引けないし、はい、頑張ってからね、うん、頑張ってから、はい、頑張ります、はい、メンバーシップもやっておりますので、そちらもね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。